大越町の大越トンボランドで3日、6月から秋にかけて本格的な観察シーズンを迎えることから実行委員会や坂出市の担当者らによって池の水面を覆い尽くした水草などの撤去作業が行われました大越トンボランドは地元の有志らによって結成された 大越トンボプロジェクト実行委員会によって昨年7月ボランティアの協力などを得てリニューアルされましたもともとは平成7年に湿地帯を利用して作られたもので香川県絶滅危惧2類のトンボも合わせて20種類以上が観察できることから自然環境学習の場として大勢が訪れていましたしかし、ヤゴを育てていた大越小学校が廃校になり 関心も薄れていき、後廃が進んでいましたが、堺出市の協力などを得て復活されたものです。そのトンボランドは、6月から秋にかけて本格的な観察シーズンを迎えることから、実行委員会や堺出市の担当者らによって、湿地の草抜きや樹木の剪定などが行われ、この日は

水中にいるんですけども、うん、あのー、じゃあその水をどうやって認知しているかということになると、うん、光の反射ですね。<ー>水はやっぱり光って反射するんです。はいはい、で浮き水草があるとその反射を妨げるんで、うん、トンボがあまり来ないという状況になりますので、うん、ではい。こちらではどれぐらいのトンボが観察できるんですか。かおおよそですね、二十種類の観察ができると思うんですね。はい、うん。どういった種類が。はい、えー。 多いのはですねやっぱり一般的な塩辛トンボとか少女トンボとか、はい、あと今の時期ですとハラびらトンボとかですね、うん、あるんですけどもやっぱり絶滅危惧種と言いますと、まあ、珍しい全国的にもすごい減ってますが、はい、ネアカヨシヤンマとかアジアイトトンボというのは絶滅類に指定されてますねそういったトンボはいつ頃が見頃になるんですかア、ね、アジアイトトンボ今,今日ででも見れると思うんですね、うんうん ネアカヨシヤンマもこれはヤンマでございますからこれも年中まあ見れるんですけども、まあ、なかなかあのアジアはすぐ見れるんですけどネアカヨシヤンマはここに産卵に来るとかそういったケースなんでちょっとなかなか見づらいと思うんですけども、はい、この大越とんぼランドは年間を通して見学できますが大越町では宿泊型野外活動施設交流の里大越を拠点に。 もっと大腰の魅力を知ってもらおうと体験学習プログラムを新設しましたここでは天草から所天作りやピザ窯でのピザ作りなどが地元住民で作る大腰町ともに生きるまちづくり推進協議会が自然体験を通して心に残る思い出作りを提供してくれますその中にはこのトンボランドでの自然観察会も含まれています あのここは自然環境が、ね、ものすごいいいんですね、大越というのは、で昔ながらの,です、ね、あの自然がいっぱいで,です、ね、あんまり開発は入ってませんから、いろんな種のです、ねまあ、生き物もあるし、トンボも,もう最高の環境なんでね、本当、嬉しいですね、こういうところがあるというのは、ね、まだ残ってるということは、はい、大越町の豊かな自然が体験できる自然体験プログラムは、6月から受付を行っています。お問い合わせは 堺出市生涯学習課、電話44-5025となっています。